男子が女子の平均台の演技やってみた結果。女子の女子ロックスです。ことです。こんにちは、平井優奈です。今日は優奈ちゃんに小学生の演技をもとにして自分流の演技を作ってもらったので、それを僕ら二人が本気で挑戦しようと思います。はい、はい。練習時間は10分だね。じゃあ練習時間は10分で、最後はどっちが良かったかの評価を平井先生にお願いします。はい、それではまず見本を見せてもらいましょう。それではいきます。ガンダは見ます。バランス、むずいな、これだけでもう無理や、手が無理だ。はいはい、3ジャンプ、点点点、はい、はい、よいしょ。全部柔らかいじゃん、ね、うまっ、うへへ、ちょっと揚げっぽい。先生ありがとうございます。最初に練習するから、最初はグッジャケポイアート、じゃあ先で、じゃあこっから10分間練習していきます。はい、じゃあこっから全然覚えてないんだよな。いきます、練習1本目、バランス、うわ、おお、おお、もう、うん、ちょっとまあコードローの見つつ2メートルするわ。1本目こんな感じ。ワテのアップいきまーす。はい、前線とかもそうだけど動きマジわかんない。得点だから、マジむずくね。じゃあ手
押した勢いじゃないと思って。あれは。あ、うまっ。終わり。やばい、神経がやばい。しかももう8分ぐらいやったから、そうなんだよ。あと1本ずつやって、おのおのちょっと不安な場所だけ練習していこう。はい、ぴょーん。負けない。いける。まだ成立するよ。まだ前提は成立する。いけ。上がれ。あとイメトレかな。トータローは。あ、俺もいけるよ。マジ。うん。これ演技でもまたやろうよ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。しゃ。高校。先行。頑張ってください。頑張れ。頑張れ。頑張れ。だって敵だもん。スポーツマンシップ。そうっすね。スポーツマンシップ押し出してるチャンネルなんで。硬い。すごい。点数の評価ですか。それともどっちがいいっていう評価、どっちにしますか。どっちがいいか。わかりました。いきまーす。いけるよ。変の声。決めいいね。すごい人住んでる。違うよ。パンパン放題。練習になってる。もう行っちゃおう、行っちゃおう。ここです。試合って練習通りなんだな。まあ。最後まで。
しゃ。これ無線なんだよ。え？後ろに進行屋なの。そうなの。そう。前までは良かった。うん。お疲れ。お疲れ。もう俺から何もないっす。はい。間違ってても助言出して。わかった。行きたいと思います。行きます。おい、おじょうす。はい、いよいよ会える。そっからうまっ、乗っていいね。はい、頑張れ。はい、進んで。ありがとうございました。もうすごい、ノーラッカーはすごいね。え、確かに。お疲れ様でした。決め取りの回がありました。あ、やってた。こっちはわかるわ。なんか一回思ったなんか俺わかんなくなっちゃって、緊張で。あれ、これどうやってたっけってなってわかんなくなっちゃった。ということで、どっちが良かったですか？試合で見たらたくみくん、はい、でも短い時間でどっちも頑張ってたから良かったと思います。はい、しかも、コツは、バシバシ落ちても減点だけど、諦めずにやったのが良かったと思いました。確かに、それはね、大事です。勝負で言うと俺かなみたいなね、まあ、平和な世界っていうことですね。そう、みんな頑張ったっていうことでみんな頑張った。はい、先生ありがとうございました。みんな100点。はい、ありがとうございました。2人とも優勝。ありがとうございました。ありがとうございました。金メダル2個。ありがとうございました。表情も2個。ありがとうございます。2枚、うん、頑張りました。2個。ありがとうございます。終わり、バイバイ。締めバイバイ。バイバイ。終わりでいいの？いいよ。この動画を見てね。イベントとか練習にも呼んでね。